どうも、ドズルです。そして、どうも、松田です。ご視聴。いやいや、まだ終わんないです、終わんないです。ドズル日記の恋愛講座。何食べたいって聞いた後、女が何でもいいと答えたら、それは何でも良くない。気をつけろ。ドッコミドッはい、どうもドズルです。そしてはい、どうもドズルです。そしてはい、どうもドズルです。3人揃って、はい、どうもドズルです。みんな、今日はいいニュースと悪いニュースがある。まずはいいニュース。大型のアップデートが4月中に来るらしい。そして悪いニュース、バランス調整はまだ数週間来ない。レベルの高いエリートバーバリアンが憎い。さあ、来た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 。カンストロイジャイ、またカンストだ。ちょ待って、どうなってんのこれ。てめえはダメだ、もう勝率なんかどうでもいい。あいつらに勝てるデッキを俺にくれ。クラロワにおいて最も重要なことは何か。ユニットレベルか、デッキ相性か。いや違う、相手の力量を見極めること、これが最も大事なのだ。皆様、私は先日ムレムレジャイアントデッキのことを、このムラムラジャイアント、あ、ムラムラジャイアントじゃない、ムレムレジャイアント関係者の皆様、大変申し訳ございませんでした。難しいっす。ややななさんだな。ややななさんなんですけど。クラロワ上級者向け講座、本日は格上に当たった時に絶対にイライラしない方法を勉強しましょう。対処その1、格上に当たった時に速やかに電源ボタンを押しましょう。対処その2、格上に当たった時は速やかに YouTube アプリを開き、ドズルの動画を見ましょう。対処その3、携帯を置いて外に遊びに行きましょう。どうもドズルです。そしてどうもキヨキヨです。そしてどうもアルボーです。はい、ということでドキュアル会でございます。3人合わせてどうもリュウカさんスキーのドームです。やりたいだけ。存在を忘れられし一族、ボムボム族、ボンバー、ボムタワー、巨大スケルトン、全く使われていないにもかかわらず全くバランス調整が来る気配がない。今日はそんなボムボム族をメインに入れたデッキをご紹介しよう。ドズル動画あるある、最近特殊デッキを使うと謎の勝てちゃう。天は二物を与えず、天にいる神様は一人の人間にたくさんのいいところを与えないということわざがある。だがクラロワプレイヤーには彼女が可愛くて、クラロワが上手くて、そして彼女が可愛い、裏やけしからんプレイヤーがいる。こいつだ。いや、僕はウエストが98センチの方が気になりますか。確かに98センチ。待って、挨拶しない。いや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 、98センチかはちょっと、やっぱりこれでいくんすか。結構ある、結構ある。さあさあ、はい、お願いします。さあさあ、もう100超えたんじゃない。痛くないです。せーの、ポン。あ、103センチやみんな気づいてない。ラバハウンドのいいところを発表します。ラバハウンドのお尻、実はめっちゃプリティ。みんな、みかん坊やさんとラッドインプさんを知っているか。日本屈指の、いや世界屈指のデッキクリエイター。彼らのオリジナルデッキは常に最強。ここで一つの考えが私の頭にひらめいた。彼らの最強デッキを2つ足して2で割ると本当の最強デッキができるんじゃないか。どうもドズルです。そしてドリン、チクチクと痛い端前のプリンセス、わらわらと湧き出るゴブリンギャング、そんなユニットたちを一掃してくれるのがこちら、ローリングバーバリアン。嫌なユニットをやっつけてくれるだけでなく、なんとタワーに3発もダメージを入れてくれるんです。そのダメージなんと477ダメージ、なんとロケットよりも大ダメージを与えてくれるんです。お値段なんと3コスト、
お値段なんと3コストで使えます。お買い得。引きて、引きたい。引きて、引きたい。引きて、引きたい。だが、それでいい。クラロワやってると、自分がド M なんじゃないかなって思い始めますよね。クラロワのプレイヤー、全員ド M 説。伝説の企画が帰ってきた。ゴブリンだけデッキで勝つまで終われません。負けた時の便利な言葉集。デッキ相性、初手事故、通信障害、友達に携帯触られた、あ、ごめん、足でプレイしてたわ、俺このアプリダウンロードしてまだ3日なんだよね。以上、負けた時の便利な言葉集でした。すげえ、俺の大好きなクラロワたちが帰ってきた。報酬どんな感じなのかな。11勝してスケルトン。いやちょっと待って、マジックアーチが入ってる、マジックアーチが入ってる。よくないよくないよくない。ポイズン来た。ローリングッド流す。来い。あー、マジックアーチが、くっそー、くっそ今、ま、あーもう、あーマジで今のはあかん、ほんとくっそマジックアーチャー、マジマジハック、これは嘘でしょ今。